ですのでこの前田が一番ポジションを務めるということになりそうです。土屋大輝ここまで進入してくる、決めました。前田レオスネークドライブからパスに変えました。デレック・ファードン持ち直して、デレック・ファードン落ちてオフェンスリバウンド、ブランドン・アシュリーエンドワン、ブランドン・アシュリーです。ここをプッシュするのは木田貴明、自分でスコアできる選手です。オフェンスリバウンド、デレック・ファードン、木田のショットは落ちたんですがサポートに行っていました。ボールを持ち直した大塚優斗、ブランドン・アシュリー、アシュリーが行く、アシュリーが行きました。川谷からアイバナーカス、右のウィンからラポラス、アイバナーカスです。山内、これは2ポイント、オーバーザトップからのショット落ちてティップイン、ヘレンスキングです。チアどうするか、ショットクロックがない、苦しい体勢になってバスカンスリーだ、チア大輝、加藤が拾ってそのキングに戻す、キング対アシュリー、回転してキング、ワンハンダンクです。このショットは落ちました。リバウンドはパードンです。2回ずつ攻撃が失敗した両チーム、杉本パスに変えてここもカットインしていたんですが、地元石川は被災をしました。期するものもあるでしょう。エンドワンです。エチュニケ押しました。守った福島、アイバナーカス、そして走っている加藤武と体を当てながらパスに変えました。エチュニケです。大塚優斗、大塚苦しい体勢にはなりましたが、加藤のスピードパスに変えました。そして空いた土屋からエチェニケリングした、フリースロー2本です。福島はリードが欲しいところです。田渡りポケットパスを入れた、アイバナカスワンドリブルついて決めた。3クォーターは1分40秒に向かいます。杉本苦しい対戦になった、プットバックアレックス・デイビス、田渡りからアイバナーカスに通った、山内へバックドア、山内バックドアカットから山内翼飛ばしました。これを狙っている、リングした、エチェニケ、杉本スリーポイントは落ちた、アレックス・デイビスのスリーポイント意地で決めてきた。そしてパードンからこれを奪いました。18まで続いたアルティーリ千葉の連勝を止めたのは福島でした。最後は菅野が打って試合終了です。